久保さん、LS500 ってめちゃめちゃ、あのー、燃費悪いし、排気量も高いしみたいなね。まあ、僕も GT-R ね燃費ね、リッター4、5でしたけど、まあ、踏めばね。まあ高速とかだったら、8、9とか出るとき10とか、ね、出る、まあ、その踏み方によってもあ全然変わっちゃうんだよな、あれですけど。まあ普通にその楽しんで踏んでやれば。 もう普通に4とかですからね。GTR も。うん。だから何すかね。だからその物の見方で、燃費がいい車がいいっていう人もいれば、燃費が悪くてもそれ乗りたいねんっていう人もいれば、別に車乗らなくても投資案件として車、いや、車別に興味ないし、車、もはや、見なくてもいいみたいな <laughs>。 <laughs> まあその買って一応所有権だけ、その所有権があればいいみたいなね、要はものとしてあるんだけど、結局、売買、また売買するときにその所有権があるかどうかじゃないですか、だから所有権が移転してればいいみたいなね、車はどうでもよくて、その車の所有者であるで、それであれば売れるから、それだけみたいなね、だからその、なんすかね、転売するための所有権を買ってるみたいな、車を買ってるわけじゃないですよね。 だ人それぞれ、その、なんですかね、あるわけですよね。だから、あの、僕も、僕の商品を買ってくれる人もいれば、僕の商品を買わない人もいるし、久保さんの商品を買う人もいれば、買わない人もいるし、久保さんの商品が高えなと思う人もいれば、安いなと思う人もいるわけじゃないですか。車もそうですよね。これは高いと思う人はいるけども、安いと思う人もいるだろうし。 まあ人それぞれなんですよ。で、一番やっぱ大事なのが常にやっぱ日々は発信してお客さんとの関係性を構築してるっていうことがまあ前提であれば、まあ結構何でも売れますね。うん。なやっぱ日々はこう発信するっていうのは、まあ YouTube にね、あの出社するっていうのが、まあ僕と久保さんなんかね、もう毎日 YouTube に出社してますから、うん。まあもちろんその出社しても仕事してないんだったらあれですけどね。うん。 まあ一番でもコスパはいいと思いますけどね、YouTube 出社。だって、通勤時間ないですもん。もこれで終わりですもん。ボタンを押してもすぐ、アップロードみたいな。終わりですからね。いってらっしゃい。